帰りなさい、レイちゃん。里帰りはもういいの？はい。お母さんとはいっぱいお話ししてきましたから。それより、私はマスターのことが心配で心配で。マスター、大丈夫でしたか？私がいなくて寂しかったですよね。やっぱりレイちゃんを見てると和むわ。そうね。アスナ、なんだか様子が変ですよ。笑顔が引きつってるような。ああ、それは幽霊が。ほら、レイちゃんも来たし行きましょう。ボヤボヤしてると先を越されちゃうんだから。どうかしら。負けられないよ。発見。クリティカル。アクション。これで頑張れるの？倒す。さすがだね。エンドが集まってきてるか？発見、警戒して。グレネードよ。まずいな。ありがとう。クリティカル。すごいな。頑張ってるね。行くよ。
敵を警戒して。ヘイトを減らして、クリティカルを倒す。さすがだね。警戒して。パワーです。アタックして。もっとやれるから。狙いましょう。警戒して。敵よ。ダウン成功。今だ。倒す。終わったね。今集中攻撃。ダウンです。チャンスなのです。すごいな。頑張れよ。
ファシスは全滅したわね。レジャーボックスがあるぜ。発見、警戒して。ヘッドが集まってきてるわ。さすがだね。最高です。なんか回復します。頼むアイテムですね。ありがとうです。はい、ヘッドさん、やめます。さすがだね。誰か、ヘイトのブルターを。
もっとやれる。チャンス燃えてるわ。頑張ってみようね。ああ、警戒して。結局何事もなくここまで来ちゃったな。だから言ったでしょ、お化けなんていないって。いや、いてもらわないと困るんだけどな。各駅が開かないと先に進めないし。ん、相変わらず仲のいいことで。エイジ、お前も GGO に来てたのか。人を探しに来ただけだ。お前がいると分かっていたら別の時間にしたんだがな。俺がいて悪かったな。どうしたのかしら。前に行っちゃったね。二人とも落ち着いてください。喧嘩はやめるのです。これはタイプ X？ まさかお前の？違います、私はマスターのアファシスですからね、マスター。なるほど。なあ、アファシスのマスターさん、僕を一緒に連れて行ってくれないか。な、何言ってん？お前には話してない。僕は
アファシスのマスターに頼んでいるんだ。正直に言う、僕はこの先へ行きたい。行く必要がある。だけどこの隔壁を開くにはアファシスが必要らしいんだ。まだニュービーの僕が今すぐアファシスを手に入れるのは不可能に近い。頼む、この先に探している人がいるかもしれないんだ。ありがとう。僕はエイジだ。よろしく。いいの？あんまり仲良さそうには見えなかったけど。決めるのはリーダーだ。それにエイジが困っていたのは本当みたいだからな。アファシス、この隔壁の前に立ってくれ。それで開くはずだ。こうですか？案外あっさり言ったわね。でもそれなら幽霊の噂は何だったのかしら。噂は噂、ただのデタラメだってことでしょ。気にしたら負けよ、負け。早く忘れないと。アスナ、大丈夫？全然大丈夫よ。本当だからね。敵よ。スナイパーだ。隠し警戒。使いますよ。発見、スナイパー。クリスタル。ってことは嬉しいな。投げるぞ。ああ、頑張れ。ありがとう。回復する。ああ、頑張れよ。寝れるな。頑張ってるね。いい感じのスナック。
ましょう。倒した。最高です。つなぎよ。クリティカル。頑張っているね。ありがとうな。素晴らしいです。サンキュー。最高です。全滅したわね。そうだな。ヘイトが集まってきてるわ。クリティカル。素晴らしいです。アカシス、ありがとう。アスミ、助かった。素晴らしいです。最高です。アカシス、もっとやれるから。素晴らしいです。素晴らしいです。アカシス、ありがとう。気をつけろ。倒した。クリティカル、グッジョブ。スキリト、嬉しい。誰か気をつけろ。ナイスプレー。狙いましょう。さすがだね。倒した。さすがだね。レアモノか。よかったな。よかったな。さすがだね。素晴らしいです。ありがとう。すごいのです。私たちの勝利ね。アスナ、これで頑張れるわ。キリト、ありがとう。こっちにも攻撃が来てるわ。
随分奥まで来たな。エイジ、お前が探してる相手は本当にここにいるのか？わからない。僕は状況証拠から推測しただけだ。ただこの付近にいる可能性は非常に高い。ここがダメでも探し続ければ必ず。そうか。結局、幽霊は関係なかったみたいね。あの…うわ！ごめんなさい。驚かせるつもりはなかったの。幽霊さんなのですか？そんな風には全然見えないけど。もしかして彼女はエイジの？いや、違う。サチ？え？サチだろ。その顔、その声、間違いない。どうして私の名前を？あなた、誰？サチ、俺だ、キリトだよ。知らない。私、あなたのことなんて。くそ、またなのか。キリト君、解析の結果が出ました。サチさんはデータ的には NPC として扱われているみたいです。ただ中におかしなブラックボックスがあって、ただの NPC ではないようです。詳しいことまではわからないのですが。キリト、お前は彼女を知っているのか？正確には生きていた頃のサチよった。彼女は SAO で死んだ。だからあのサチは本物じゃない。多分何かの残留思念のようなものだと思う。なるほどね。ねえ、キリト君、もし辛いなら。ありがとう、アスナ。大丈夫だ。例えば、ザ・シード・ネクサスに残った残留思念が幽霊のような形をとってここに現れたと考えることはできないかな。残留思念？キャッシュデータみたいなもの？さすがに SAO のキャッシュがそのままこっちへ流入してくることはないだろうけど。でも彼女には本物との共通点が多すぎる。絶対に偶然生成された NPC じゃない。
SAO の幸をもとに生まれた可能性は高いと思う。そうね、完全にありえないこととは言い切れないわね。となるともっと情報が欲しいですね。サチさんのブラックボックスをもう少し解析してみたいのですが、あのブラックボックスには外部からの侵入に対抗する機構が組まれているようでした。強引に解析しようとするとサチさん本人にも危害が及ぶ可能性が。再構築が不完全なのが原因か、それとも。そうね、他のプレイヤーに攻撃されることもあるかもしれないし、一緒に行ってあげた方がいいと思うわ。そうしましょう、キリト君。わかった、ありがとう、二人とも。じゃあひとまずこのままクエストをクリアして、サチを安全なところに連れて行こう。ああごめん、もう一晩過ぎちゃってたか。ここは俺たちに任せて、クレハのところに行ってくれ。そうですよマスター、約束を破ったら